はい、どうも、あ、どうも、東京じゃない、届きましたということで、ね、ちょっとおねえみたいになっちゃったけど、はい、開けたいと思います。ちょっとね、表面は、ちょっといろいろ書いてある、住所書いてあるからちょっとなんですけども、パルティードチャンネルさんからいただきました。ありがとうございます。何が入ってるか、何が、入っているのか、ちょっと俺も、ちょっと開けてみます。お、なんか、お手紙入ってるわ。当選のお知らせみたいな。すごい、なんか、ほら、なんかね、紙が入ってるよ。すごいね。おめでとうございますと。ね。M リーグ、ファイナルシリーズ、2018も、あ、だ、なんか入ってるんだね、これね。はい、こちらです。あ、これ全部だ。ね。あと空っぽです。入ってない。こちらです。でーん。あ、これだ、これ。ほら。出ました。コナミ。麻雀格闘クラブになってますか？ね。M リーグっていう。ね。麻雀のやつみたいですよ。ね。はい。ダーン、来た。これもあれだな。この前原さん。ね。あ、はい。M リーグ。おぉ、なんだこれ。ね。はい。これ。ね。名刺が入ってます。ね。プロの雀士の人かな。ね。麻雀。プロの麻雀の人。ね。で、ほら。あ、これが記念品なのかな。ボールペンと、2020のカレンダーが入ってます、これ。ね。これです。はい。開けてないよ、これ未開封。ね。まあ、この方のこのプレゼントですよ。コラボ企画みたいなね。ちょっとこれ書いてあるからな。住所書いちゃって。ね。はい。麻雀リーグの方ですよ。これを、もらったよ。ね。2020だからさ、もう、中見てもあれだから、ちょっと俺あんまり麻雀とかやらないんでわからないんですけども、まあなんかね、いいもんもらっちゃった。ね。記念品ですね、これね。あらー。ねえ、名刺が入っています。コナミ麻雀クラブ、プレイヤーって書いてますね。あ、これサインが入ってるの？これ印刷か。ん？どうだろうね。印刷かな？こういうやつ分かりづらいんですよね。印刷かな？これ紙質がね、ちょっと分からないですけども、サインが入ってるのかな？これね。ということで、当選です。やりました。あ、ちゃんと動画チェックすればよかったら、前原さんの、サンタからプレゼント、一足早いプレゼントってことだね。いうことで、カレンダー。ね。カレンダー表紙になってるからかな。ね、これね。はい。前原さん。まあ、動画をね、また見ていただくとわかるんですけど、この方ですね。が、なんかコラボで、なんか動画撮ってたのかな。それでですね、このボールペンもいいですね。2色のボールペンのやつ。ね、これいいですね、これね。これ使いやすい。ね、間違いは赤でシュッシュって二重線みたいなね。ということで、すいません。麻雀とか、ちょっと興味ある方とか、ね、ちょっとチェックしていただくと楽しいと思います。パルティードチャンネルさん。パルティードってなんだろうね。ちょっと俺、ちょっとあんまりよくわかんないけど、ね。概要欄からパルティードチャンネルさんも行けますので、もしよかったら、そちらもチェックしてみてねってことで、なんか、すごい記念品みたいなね、もらっちゃってよかったのかな。ね、ちょっと申し訳ないです。ありがとうございます。ということでね。中見ます？多分この選手の方がカレンダーになってるんだろうな。開けてみますか。一応開けますか、じゃあ。ね。なんかあったらあれなんで。でもこれ中、普通のカレンダーでした。あれ、選手の人っていうか、この表紙の人が、写真が出てんのかなと思ったら、出てねえや、これ、表紙だけでした。これ、
こういう普通のカレンダーでした。結構、選手とか一人ずつね、いろんな写真、こう、なんか、こう、ね、いや、俺わかんないけど、ポーンとかやってる、こういう写真とかあるのかなと思ったら、全然なかった。この表紙だけでしたね。ただね、これはもう、記念品ですから、これはまた、袋に入れて、箱に入れてしまっておきましょうね、これね。どうしましょう、これ。ねえ。せっかくなんでね、ちょっと記念にね、当たりましたから、ね、取っときたいと。こちらの名刺もね、こっちは平気なんです。こっちはね、ほら、イラスト。これ何？初めの一本の人が書いてるよ。ね。はい。ということで、ね、ありがたいですね。いいもんもらっちゃった。ね。ということで、パルティードチャンネルさんからもらっちゃったっていうことです。はい。ということで、よろしくお願いします。また、なんか当たったら、ね、動画出しますんで、よろしくお願いします。ということで、今回はありがとうございました。ということで、ありがとうございました。チャンネル登録、そして、高評価、お願いします。そして、カオルのチャンネルは、毎日17時に新作動画をアップしているぜ。それで、ベルマークみたいなのがあるんだけども、それをやっておくと、ライブ配信もやってるから、いち早くチェックできるぜ。チャンネル登録お願いします。俺は100円ライターが一番好きだぜ。100円で買えるぬくもりが俺は好きだぜ。そいつで俺はタバコに火をつける。別の動画も見てね。